どうもお疲れ様です。FX をご覧の皆様、今日はですね、38週目、9月18日から22日までをちょっと振り返ってみようかなと思いますね。この振り返りっていうのは、あの、FX オリガルフィでね、いつもやってるんですけども、それの簡易版だと思っていただければと思います。簡単に1週間振り返ってみます。えっと、1時間軸で1週間振り返るときに、特徴的なのは、この頭にね、 この、何ですかね、窓ができた状態からスタートしたよってことですよね。まあ、こっから始まって、ボラティリティが小さいところから、木金に行くに従って大きくなっていったってことこですよね。まあ、つまり、週の前半はテクニカルが生きたんだけども、木曜日とか金曜日に関しては、もうテクニカルがほとんど使えない、大荒れの荒れの嵐だったよってことです。ボラティリティのね、広がり方が、このぐらいのところから、ここまで来てるわけですから、その、 嵐の大きさがわかると思います。これを週の頭に私はお話をしていたってことです。ね、だから、週のまとめとともに、今週はどうなるよっていう展望もですね、まだ始まってない時からおおむね推察ができるってことなんですよ。じゃあなんで推察できるかっていうと、それは材料の発表があるからです。材料が出るってことは、その材料に応じた値動きってものがあるわけですよね。細かくはここではお話しませんけども、 きっとですね、皆さんが感じてらっしゃるテクニカルを攻略した後に何があるんだろうかってことです。それはファンダメンタルズの攻略っていうのがあるんですよね。ファンダメンタルっていうのは基本的にテクニカルがきちんとマスターできないと理解はできませんので。ですんで、テクニカルまだ勉強中の方はファンダメンタルを避けまくってくださいってことなんですよ。つまり材料、指標があった時っていうのはポジションを置かない,かない方がいいよってことです。これよく言われてることですよね。はい。そしてね、この軸をね、今度4時間で見ていこうと思います。 4時間で見ると、週の頭はここに来ます。大きく下の方にドーンと下がったところからスタートになりますけども、その前にずーっとお話していたのは、この3点天,天井の話ですよね。3点天,天井の安値がどんどん広がっていったよねって話をしておりました。まあ、それとはあんまり関係ないんですけども、窓を開けて、この価格からスタートして、今に至るよってことですよね。今の価格、ここですね。で、全体的には、 右肩上がりであり、いつもですね、こういった高値のポイントを超えて、新しい高値が存在してるってことなんですね。3点天井から、今、この2点天井のところに戻ってきたと。この2点天井がまた3点を描くか、それともそのまま上に上がっていくかってことを、39週、つまり9月の25日から見ていくってことになります。ここにちょっと介入の危機も入ってくるわけですよね。うん。 で、安値も当然ですけども、切り上がってきてます。こことか、こことか。特徴的なところですね。ここもそうですね。こういうふうに、どん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 安値っていうのも、どんどん上に来てるでしょ。高値っていうのも、だんだんこういうふうに上がってきてるでしょ。上昇トレンドっていうことです。はい。じゃあ、えっ、ー、と、1日軸を見てみましょうか。綺麗な上昇トレンド書いてるでしょ。全時間軸上昇トレンドです。だから基本的に倍で取れないことはないってことなんですよね。で、前回、あの、口先介入があったのは、ここです。 けども結局その口先介入があった水準も超えてそこをレジサボ転換下支えにしてさらに上の方に上がっていったっていうところはまあなかなか皮肉なドラマですよねもう一回1時間のほう見てみますえ1時間なんですけども今週1週間どうでしたかね週の頭は祝日で始まってそれから火曜日水曜日ときてそこは取れなくもなかったわけですよ セカンダリートレンドって話とね、それからあ、ペナントって話をしましたよね。ペナントじゃないわ。フラッグですね。すいません。フラッグです。だからテクニカルはちゃんと火曜日、水曜日には存在していて、それが見抜けていれば、ちゃんとリハバーは取れたわけなんですよ。その後なんですけども、その後何が起こったかということですけども、木金で、まあ予告していた通りの大型材料が入って、もうこれは動きがね、予測できません。で、今思えば、上下1円で、 こういういに行ったり来たりしてたっていうことなんですけどもこんなのが分かればね苦労しないわけですよ、うん、で最後に日銀の発表で金融緩和継続ってことが分かった、まあ、その時にああじゃあ今まで通りの動きだよねってことがねなんとなく見えたかなっていうのが今週のオチということでございましたさあ今後も金融緩和継続ということは円安が進んで、えー、図で言うとですねもっともっと上の方に行くってことです、えー、今度はここをね抵抗体としてここを破っていく新しい 3点天井が見えてきたなってことなんで、えー、この3点天井を抜けてまたね149円の方向に行くのかどうかっていうところが新しい39週目を迎えるにあたって必要な心構えではないかなっていうところですよね。 はい。簡単に解説するとこんな感じです。FX オリガルヒの方では、もうちょっと時間をとってね、細かいことまでお話ししておりますんで、えー、そちらの方、またご関心ありましたら、FX オリガルヒの方もご検討ください。もう少ししたらね、FX オリガルヒも新科学になりますんで、今度は58万円になります。えー、まあ、それでもね、入ってくださる方が、今月もお二人いらっしゃるということで、えー、駆け込み、まあ、全然 OK ですんでね。 ご検討中の方は今のうちにということでございます。FX オリガルヒで力がつくのは受け合いです。解説をね、毎日やってますからね。毎日何回も何回もやってますからね。えー、ためになることばかりだと思います。はい、それではお疲れ様です。